い、つうわけで、やっとアップデートが終わりました。はい、おそらく次の動画になってると思いますけど、はい、つうわけでアップデート終わり、無事にまた画面表示されました。はい、こんな感じ。お、でもね、まあ、でも反射すると言っても、一応結構反射はしますね。はい。と言っても、まあ、そこまで気になるほどではないってことでございます。で、ちょっと待ってくださいね。今、一回画面消えるの待つけど。はい。はい、画面消えましたね。で、こいつの画面をつけるためには、この本ボタンっぽいタッチセンサーですね。物理機ではなくタッチセンサーですけど、これを押していただくと、ポチッと、はい、こんな感じで、こんな感じで拡大で表示できます。で、下に行くといろんな機能がございます。で、ちなみにファーウェイアプリさんの方が、ファーウェイやってきて、ファーウェイのヘルスケアアプリさんの方がこんな感じ、はい、なっております。で、無論ここから設定できるんですけど、一応初期設定は全て完了しておきました。いわば通知の許可とか、うん、いろんな許可をしたいとか、で、通知の設定ですね。まあ、Twitter の通知届くか、LINE の何を通知を届くかっていう設定ですね。はい。その設定もしておきました。はい。ほんで、ちなみに充電はもう 100% になってます。はい、この味。で、次の動画になっておりますので、ここからは、および機能紹介ってことでございます。まあ、僕の顔はほっときましょう。はい。しかもむしろ、これ画面、カメラ近づいてた場合より、撮影しやすいと思うけど、まあ、あえてこのスタイルに行く。あえてね。はい。あえてね、見に行きます。で、まず、時計単体できる機能ですね。まあ、無論歩数の表示ですね。これ歩数を押したら何がなるのかな。お、こんな感じでいろんな表示が出ますね。カメラ近づきます。ちょっと並行する。やりにくいのにカメラカットします。はい、さっきちょっと画角入れ替えました。ちょっと撮影しづらかった。ピントが合ってるのかすらわからへんし。ちょっともうちょっとでしょうか。はい、つけで、早速今度もう一回再度見ていきますけど、まず、これを押したら、これが画面がつきます。画面表示されてるのが、現在のウォッチフェイスとしては、10時40分、これが時刻と、あと時計と日付。まあ、時計ってか、日付と曜日ですね。そして下には、走った距離とか、カロリーとかですね。結構画面はすぐ消えるね。で、下に行くと、歩数ですね。いえば、歩いた距離とか、カロリーとか。ん?歩いた歩数か。はい、距離ですね。そして、時間か。で、これが、何これ?なんかよくわからないですけど。はい。で、心拍数の測定とかもいけます。ちょっと今後でやりますね。はい。で、これが、ナイルタイマーですね。多分寝た時間を記録していると思うと思う。これからつけてないと分かんないですけどね。多分脈拍を測って、脈拍がちょっと落ちてきたら多分眠るっていう検索品なのかな。多分脈拍で分かると思う。ワークアウトってのが、お、こんなのがあるな。屋外の、ね、ランニング、そして屋内ランニングですね。そして屋外ウォーキング、そして屋内ウォーキング。こんなんできるんだな。屋内サイクリングとかあるんだね。ああ、サイクリングマシーン、そうです、方法が。で、エブリティカル、ローイング、自由訓練って感じですね。多分運動のことでしょう。で、あとはその他から、タイマーですね。多分これね、多分ブーって震えると思います。オッケー。では、秒で、一旦10秒、2秒にしてみましょうか。で、スタート。はい、これね、ブーブーって言ってます。多分震えるだね。はい。で、戻るときは、これは、まあ、iPhone と同じかな。たぶん、Android だと戻るボタン使うと思うんですけど、iPhone の、とか、最新の Android の場合は、まあ、ホームボタンがない場合ね、は、こうやってスワイプで戻れます。あと、ストップウォッチですね。まあ、基本的な機能は備わってるって感じでございます。で、文字盤も一応選べます。こういう感じでね。ただ、すごくやりにくいので、どっちかでこれはスマートフォン使う前提かな。はい。で、あとは、スマートフォンの、検索ですね。まあ、接続するときに使います。あとは、明るさですね。はい。明るさは、最大起動はこんな感じ。で、最低起動が。まあ、こんな感じ。ちょっとわかり、めっちゃ反射するね。やっぱ明るくした方がいいかもしれない。うん、正直言ってやっぱ反射、めっちゃ反射気になるから、明るさに関してはこうやって、あとは、夜間に明るさを抑えるっていう設定もありますね。はい。で、あとは、電源のオンとか。5分後スリープになりますね。なんかよくわかんないですけど、あともう一回システムいって、あとは、バッテリーってなんだろう。ああ、現在のバッテリーね。はい、バッテリーで、あとは下行ってシステムから、あとは、システムリセット、再起動、電源オフ、そして規制情報ですね。ちゃんと儀的さんがあるって書いてあったんだけど、お、ちゃんとありますね。はい、儀的番号ちゃん一応、まあ一応表示するとかね。はい、こんな感じで、もしダメっぽいったら、ちょっと一応 ね、消しときますけど。はい。ちなみに、どうやら、その画面消えたら、一旦リセットされるっぽいですね。情報に関しては。最初から戻るとか。こういう感じで、規制情報はいろいろ書いてあります。あと、再起動と電源オフで、端末情報ですね。
もうファーウェイバンド 4-8JF とか Mac アドレスとかちょっと見せれないですけど、まあ、Mac アドレスとか SN、あの製品の個別番号ですね。でソフトウェアバージョンが 1.0.2.82 すげえ長い、はい、ぐらいですね。まあ本体の機能としてはこんなもんですね。であとは上に行くと、あの上に行くとメッセージがありますね。はい、これに関しては多分 SMS 連動だと思います、多分ね。であとは音楽の制限ができます、これも後でやりますね。はい、こんなもん。はい、で時計が本体としてはこんなもんで、言ったんですけど、はい、これが、アプリ側ですね。じゃアプリとしては、ヘルスケアじゃなく最初ヘルスケアあると思うんですけど、ここから、自分って自分じゃなくてデバイスですね、自分で今オープンのまあ、自分じゃなくて自分っていうのはまあ個人情報出てきてますね、ちょっと隠しますけどね、やりませんけど、まあ、デバイスを押してでこのファーウェイワンド4を押していただくとこんな感じ開きます。でこれどうやら一番アクセス接続解除されるのかな、よくわからないですけど、まあ接続3つ目ってことで、あとは、歩数とかカロリーの距離ですね。でどっちかって言えばやっぱこっちよりかはちょっと日本語こっちの方がしっかりしてる、うん、なんか微妙に違ってきてもあるからね。で文字盤に関しては、これめちゃくちゃたくさんありますすげえ量がある、うん、どっちかダウンロードしてる方式ですね。あとはこれ文字マイ文字盤ってどういうことなのかな、ああ今あるよ、今ある文字盤ってことね。こんな感じで文字盤がめちゃくちゃ大変になります。ここから好きなもん選んでねってやつですね。うん。結構種類ある、どんだけ種類あるのかな。あ、でもこれどっちかこれシャオミさんより多いかもしれんな。うん。シャオミのやつもそこそこあったんですけど、あとは猫ちゃんイラストもありますね。ちょっとバンドを決めますね。好きなやつがあればいいけど。写真とかもいけるってなのかな、わかんない。それに関してはわかんないですけど、あとアナログオンリーもありますね。はい、アナログオンリーもちゃんとあります。やっぱ今思ったらやっぱ文字盤めっちゃあるわ。あ、でも同じこんなか。でも結構めちゃくちゃ種類はたくさんありますので結構好きなように選べる。うん。でもどっちかっていうと文字盤で一発で分かってほしいのはやっぱり基本情報は確実に分かってほしいので、まあこんなんとかはめちゃくちゃ情報盛りだくさんですけどね。絶対見づらい。うん。ただ今の文字盤であんま気に食わないのでね。どっちか歩数に関しては絶対出てほしいね。うん。僕としてやっぱこいつ買った理由としては、あの、理由話してませんけどね、どっちか歩数系ですって、歩数系使いたいと思ったからね。あとはデザインいいなと思って。うん。カラーに関してはやっぱ写真とはちょっと違うね。写真画像とは。うん。あとこれめっちゃ柔らかい。ブニュブニュしてる。まだつけてない、つけ心地とかわかんないですけど。うん。なぜか豚もいます。はい、豚ちゃんもいますね。ラブブレイク。ラブピックですね。ピックは英語、日本語、英語で豚ですね。言ってませんけど、アップデートに関しては、だいたい1時間ぐらいかかると思った方がいいです。まあ、実際1時間もかかんないですけどね。まあ、多分40分ぐらいかかっちゃったのかなと思います。はい。だからまあ、アップデートするときは確実に時間の余裕あるときって感じですね。うん。あと、今回僕、保持使用してますけど、まあ、データ容量があまりくそってるんでね。保持使用してますけど。うん。実は、ファーウェイのときにインストールするときに、なんか 3G じゃくそ遅かったので、まあ、保持にしたんですけど、うん。僕として僕のこの端末の容量としてね、あのデータ通信量は、計 12GB ございます。無駄に多すぎる毎回ね使っても 8GB ぐらいしか使ってないからね。無論繰り越しもできないし、ちなみに僕の選んだ文字盤はこちらでございます。はい、ピントが合ってくれないけど来たね。はい、ピント合いました。はい、つけ、まあ、ここに、時計と歩数ですね。下に画像、ここのデザインは共通っぽいですね。下のデザインは早速、それではめていきましょう。まあ、はめ方としては多分こうだよね。僕のはめ方こうして、あとは、ちょっと、縮小しますけど、あとは、押さえて、よいしょ。まあ、こうやって、押さえて、あとは、ここら辺に固定するって感じですね。どっちかってこれ、常時固定だからね。うん、まあ、仕事の時は外さなくちゃいけないけど、あ、もうつってない。なんか、いや、いきなりもつってないよね。オッケーオッケー。よいしょ、こういう感じで、はめていくって感じですね。まあ、物によってはこれが辛いって決まりますけどね。ただ結構細かく調整できるので、いいと思います。あ、これもうちょっと緩めた方がいいね。緩めすぎると、やっぱ、後つくからね。後つくから痒くなってくるから。うん、こんなもんでいいか。いい。よいしょ。はめつね。よいしょ。オッケーオッケー。はい。はい。よいしょ。はい、こんな感じ。はい。リサムのこんな感じですね。はい。で、まあ、ここに時計があって、よいしょ、よいしょ。はい、時計があって、裏にこんな感じですね。あ、ちなみにここに、ちゃんとここに、ファーウェイの道具がございますね。はい。早速、つけて今回の目玉機能一つ。はい、早速、脈拍かかっていきましょう。僕の現在の脈拍はどんな感じなのか、動かすなんて言われたので、これでいいのかな。
お、ハートのマークが動いてますね。お、86ですね。これはどうなのか知らない。あ、下がった。あ、今計測中か、ごめん。動かしちゃった思いっきり。でもこれお酒飲んだ時やったらどんどん上がっていくのかな。お、89になっちゃった、90になっちゃった。増えていってる。ぴょこっと。でもこの文字盤分かりにくいな。やっぱ別の文字盤しよう。やっぱ脈拍を買いたい。ちょっと文字盤探し、もう一回探します。ちょっと文字盤探します。思ったけど、どうやら脈拍表示するっていう文字盤はないっぽいですね。あくまでもこの文字盤伸びてとかね。文字盤変更しました。はい、まあ歩数だけ載せといた。あ、ちなみに言うと、ちょっと開花外しますけど、よいしょ、外しちゃってと。はい、一応脈拍センサーの時は一応光ってるかどうかだけ確認しよう。ポチッ。お、ちゃんと光ってるね。はい、ちょっとすいません、緑ランプ光りますけど、ごめんなさい。はい、これでピカピカって光ってます。はい、例えば試しに通知送ってみるか。ちょっと一旦電話で、ね、ちょっと電話してみますね。はい、はい、一回ちょっと試しに電話をしてみます。ポチッと LINE が出たらちょっとモザモザかけますけど。あー、パソコンの方が出ちゃった。特に出ないっぽいですね、感じ的には。うん、あ、出た。あー、なるほど、着信に関しては無理っていうことか。なるほどなるほどなるほど。うん、どうやら電話のね、あのメール、メッセージに関してはちゃんと受信しますけど、あの実際の電話に関しては無理と。電話ってか LINE 電話に関しては残念ながら無理って感じでございますね。ちょっとそこら辺いまいちかな。試しにスカイプでもうやってみようか。ちょっと一回カットしますね。 あとちなみに言うと、メッセージに関しては一回その見てしまったらどうやら無理っぽいですね。はい、でもう一回 LINE 送りますけど、だから一回押したら無理っぽいな、これ感じ的に。分かんないですけど、あ、一応貯めることできるわ。すいません、嘘つきました、ごめんなさい。え、ちょっとミス、ちょっと見せないけど、ちょっとぼかし入れますけど、ちょっとぼかし入れますけど、どうやらに関して、どうやら数値に関しては貯めることできるっぽいです。よかったよかった。はい、ちょっともざもざ書きますけど、すいませんね、もう思いっきり本名あるんで。はい、ちゃんといけるっぽい。よかったよかった。ちょっとそこだけ心配だったんだよね。というわけで、まあここからはちょっと電話できますね。ちょっとこっちまた裏返しますけど、まあそれで僕電話の音聞くすら嫌なんだけどね。うん、電話の音って最初自分がいいと思った曲を選ぶんですけど、電話の音に慣れてしまうとマジできつくなるから。うん、何がきついかって、無論電話の音に対してですよ、単純にトラウマ持つからね。うん、これに関しては社会人ならわかる。うん、社会人の方々、まあ働いてる人たちでしたらわかる。うん、 LINE の音も若干トラウマだからね。さっきちょっと電話も通してみたので、スカイプ一回入れますね。スカイプ入れるというか今ログイン中ですけど。あ、来た来た来ました来ました、梅ちゃん。メッセージは何も表示されませんけど、はい、ちゃんと来てる通知着信。うん、よかったよかった。こうやってですね、着信者組やからどうなってるのかな。あ、じゃあスカイプのね、あー待って、よかったよかった、いけるいける、よかった。OK です OK です。はい、ちゃんと電話に関していけるっぽいですね。つけで今回の、今回の商品もう一回言いますけど、前編で言った通りに、価格が、3227円でございます。ちなみに、ブラックと、ピンクに関しては共通のお値段でございます。で、サンライズっていうカラーに関しては、4800円と、まあ、約1600円ぐらい高いってことでございます。で、オプションにもう一個、Amazon のところで見てみたら分かると思うんですけど、レッドってあるんですけど、これに関してはバンド4のプロ版ってあるっぽくて、そっちの方が機能的にはいいっぽいですけど、まあ僕は、まあいいかなと思ってバンド4を買いましたけど、一応バンドプロやった、4プロやったら、レッドが選びます。で、ちなみにその時やと、サンライズってカラーが消失します。はい。で、一応ライバル社も一応言っとくか。はい。シャオミの、ミースマートバンド4ってやつが、3836円ってことで、微妙に、シャオミの、シャオミ、すいません、シャオミさんの方が高いですね。はい。ただ明らかなほどに、レビューが、2007件で、
星が 4.5 で、今回の商品が、レビュー件数が23件で、星が4つでございます。はい、というわけで、まあ明らかなほどに、まあシャオミさんの製品を選んでいる方がほぼ大多数ということでございます。ほんで、他の製品あるんですけど、なぜ僕はこのファーウェイとかまあシャオミさんとかにいう感じで、まあそこのメーカーに絞ったのかというと、無論ありすぎだからです。はい、まあその検索してみればわかりますよ。スマートウォッチ、またヘルスケアウォッチって感じで検索してはわかりますけど、まあスマートウォッチの方がいいかなって検索したらわかりますけど、えげつなことたくさんあります。まあ完全ワイヤレスイヤホンのような、まあ令和最新型とか第二世代とか最新版とか、うん、そういう表記があるんですけど、どっちかって言えば、まあ、ある程度有名なメーカーやったらおそらく、まあ、ほとんど似たようなもんだと思います。はい。とかね、やっぱ僕としては、今回、別の商品も検討したんですよ。まあ、2500円とか、その程度の商品も一応検討したんですけど、なぜにかって言うと、アプリですね。うん。Amazon レビューに関しては、めちゃくちゃ参考になったわけじゃないので、どっちかというとアプリレビューを参考にしました。まあ、アプリの不具合とですね。うん。まあ、今回のファーウェイのアプリですけど、まあ、ファーウェイ自体がまあまあ、結構有名なところのメーカーなんで今回選んだんですけど、まあ、アプリの、ね、レビュー自体は、よくはありませんでした。はい。まあ、起動できないとかね。うん、さっき言った通り、ファーウェイのサポートアプリですね。サポートサービス、ちょっと忘れましたけど、はい、まあ、全部で言った内容ですけど、まあ、サポートアプリが、まあ、Google Play バージョンでは再非対応っていうことで、まあ、別に APK を取ってこなくちゃいけないっていう感じでございまして、それで使えないっていう人がもうほぼ大多数ですね。はい。とか、アプリ自体がなんか妙に不具合が多いとか、そんな感じのレビューで、まあ、ちょっと辛口レビューが多いって感じでございます。逆に、シャオミさんの製品のね、アプリの方は、レビューは、まあ、良好かなと思います。はい。まあまあ、好きなもん選びよってことですね。はい。で、他の中華製品に関しては、無論アプリが起動しないとか、そういうレビューがめちゃくちゃ大多数っていうか、まあ、一部しか見てないけどね。うん、見てないんですけど、まあ、端折ったって感じですね。使ってば、こいつ別に、まあ、絶対買えとは言わないんですけど、まあ、現時点ではおすすめしますけどね。はい。無論、まだ使ってないってことなんてか、デザインも全然いいんでね。はい。いいんですけど、どっちかって言えば、もちかって、シャオミさんとか、ファーウェイさん以外の製品もあるんですけど、まあ、それはほっといて、どちらそのいつだと同じ価格帯、まあ、約3000円とか、まあ、3000円以内、または3000円ちょびっとで買えるような、ね、製品として、まあ、4000未満にしましょう。まあ、4000未満の商品で安い製品、たくさんあります。ありますけど、まあ、安すぎる製品は気をつけてくださいと一応言っときますけど、製品によっては、脈拍仕様で1000円とか、1200円とか入ったやつあるんですけど、絶対に裏のセンサーですね。さっき見せた通り、裏のセンサー。これがじゃあ Amazon 画面でいいか。はい、いろんな人のレビューも当然参考にしてほしいんですけど、よいしょ、よいしょ、よいしょ。裏のセンサー見せてくれるかな。見せてくれないね。センサー見せてくれ、見せてくれ、センサー。他の人のレビュー参考にしてもいいんですけど、ね、あったあった。はい。まあ、こういうセンサーですね。ちょっと、ちゃんとね、いろいろちゃんと調べて、このセンサーがついてないと、無論脈拍ないと測れませんからね。アプローチさんにも似たようなやつがついてたと思います。だから、脈拍を測りたい人やったら、絶対に、このセンサーがついてるか確認してください。まずね。はい。これがついてるのかついてないのかで、脈拍が測れるか決まりますので、うん。光センサーで測るって形式ですね。で、脈拍に関しては、多分また画像を載っけときますね。比較対象はオムロの血圧計ですね。はい。オムロの血圧計についでに脈拍機能もついてるので、それも一応載っけときますけど、まあ一応それとの比較はこんな感じ。まあ無論脈拍っていうのも、脈拍も血圧もってどっちもそうですけど、まあ、変わりまくるもんだね。自分のドキドキ感とか。とか、ドキドキしなくても、測った時によってはもうめちゃくちゃ変動しますね。ちょっとあくまで参考程度にしてほしいんですけど、まあこんな感じの大差があります。ちゃんと測れてるか、おっとすいません。はい、ちゃんと測れてるかどうかはちょっとまた僕も今確認してないのでわかんないですけど、まあこんな感じの違いってことでございます。あ、そうよく考えて試すの忘れてた。うん、YouTube でいけるかな。一応 iPhone Android さんの方に通知欄いけるので多分いけると思いますけど、この画面見てちょっと2つの画面をちょっと映すのはちょっと難しいけど、よいしょ。まあこんな感じでちょっとあくまで参考程度見てほしいんですけど、今音楽鳴ってますよね。これを押して、はい、はい、ちゃんと1位ですることできます。ちなみに1位通知届いてうざいです。まあ、無論通知ボコボコ送ってくるので、で、これで再生すると、ここも再生されます。で、音量に関してもこういった感じで変更できます。はい。見えてるかな？はい。はい、音量を押すと、ちゃんとこの音量モーバーも反応しますね。はい。まあ、一応音楽機能はこんな感じと。
YouTube に関しては話してんのかな、ちょっともう一回見とくけど、ちょっとなぜ音楽ならないのかちょっと気になるところだけど、まあそこに関しては自分で調べるしかないで、YouTube ミュージックに関しては、お、来てるな、うん、お、ちょっと作業できますね、はい、こういう感じで、ここのボタンをオンにすると、はい、ぜーちゃんと行きますね。まあ多少遅延は多分おそらくあると思います。はい、こんな感じかな。はい、ちょっと今、巻き上がり一応言っておきますけど、一応こいつに関しては、一応耐水機能も備えております。まあ、550メートルの水深ですね。はい。で、泳ぐことに関してはちょっとわかんないですけど、一応泳ぐこともちゃんと想定されてるっぽいです。まあ、海水、いわばダイビングとかに関してはちょっと知らん、そこに関してはわかんないんですけど、はい。ダイブに関してはちょっとわかんないところですけど、はい。まあ、そこら辺ちょっと、僕はわかんないということでございます。はい。まあこんなもんなのかな、はいはい、次でまあこんな感じで、今回はよいしょ、はい、ファーウェイさんの、バンド4の、無印を買ったという動画でございました。はい、これに関してもまだ使ってみて1週間、2週間、1ヶ月、ちょっと期間はまだ決めてませんけど、まあまた使ってみてどんな感じになったのか、うん、また紹介したいと思います。はいまあ今のところは、デザイン良きって感じで良いですけどね。うん、あとちなみに言うと、ちょっとこれ分かりにくいと思うんですけど、真っ暗になって、そして画面を、ね、横にするとこういう感じでちゃんと視線を合わせるとちゃんと時計がつきます。これはいいねてか当たりついてなきゃおかしい、ついてなきゃ不便だけど、はい、まあこれからグダグダ紹介しますけど、今回これなもんで終わりにします。コーヒーは冷めちゃいましたあまあまあまあ使ってみてのまた参考で感想をあげます。それではこんな感じで今回終わりにします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイボーバイブーバイバーウェイゲッツイエーイ、バーウェイさん頑張れー。